皆さんどうも、さやかよ。JR 西日本がとんでもないものを発表したわね。それがこちら。9800円で4日間 JR 西日本の在来線に乗り放題？西日本どこまで 4days？ こちらの切符、2月20日から。JR 西日本ネット予約英語予約で発売が開始されるんだけど、なんと9800円で4日間。JR 西日本管内の在来線に乗り放題になるのよね。さらに青春18切符とは違い、別途指定券を買うことで特急にも乗れちゃうのよ。ただし、新幹線には乗れないから注意してね。乗り放題のエリアはご覧の通り。三席では使えないから北陸の方が一部途切れちゃってるけど、JR 西日本エリアの大半で利用可能みたい。ただし、IR 石川鉄道線の金沢津幡間は、通過利用する場合のみ追加料金なしで利用可能みたいね。この切符は期間限定発売で、発売期間は2月20日からダイヤ改正直前の3月17日。利用できる期間は2月21日から3月21日までの、連続する4日間ね。あと、特急に乗れるとは言ったけど、サンライズや銀座などは利用可能対象外となるから、気をつけるのよ。詳しい内容は、概要欄のリンクから参照してね。お休みの日はこの切符を使って、お得に出かけてみるのも、ありなんじゃないかしら。皆さんどうも、HM です。今日ってそういや2月14日ですよね。世間はバレンタインデーですが、俺にはそんなこと関係ないわけで。さて、今日も編集頑張りますか。視聴者の皆さん、いつも当チャンネルを応援してくださり、ありがとうございます。ささやかなものですが、3人で気持ちを込めたこれ、受け取ってください。え？いや待て。3人とも一体何してんの？何って、HM くん今日何の日か忘れたの？いやバレンタインデーなのはわかってるさ。え？本当に俺もいいのかい？特別にあげるわよ、特別。登録者1800人までよく頑張ったわね。1ヶ月でチャンネル急成長したもんね。よく頑張ったと思うわ。いやいや君たちの活躍あっての1800人だよ。そちらこそよく頑張ってくれた。みんなありがとう。えへい、どういたしましてだよ。これからも、よろしくね。こちらこそよろしくな。じゃあ最後に改めて挨拶をしようか。そうだね。視聴者の皆さん、いつも当チャンネルを応援してくださり、ありがとうございます。ささやかなものですが、3人で気持ちを込めたこれ、受け取ってください。